皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるくるです。先日ついにチャンネル登録200人突破しました。ありがとうございます。これからも頑張っていきますので、変わらぬ応援よろしくお願いします。今日最初のコースは、久しぶりにセーガーさんのコース遊んでいきたいと思います。ランダムルート壁キック、ベストクリアタイム30秒ですね。クリア率 3% 台。ランダムルートのコースっていうと、スピランコースが多いじゃないですか。壁キックでランダムって初めて見ます。さすがセーガーさん。目の付けどころが違いますよね。ただ、一発目で行ってしまうと、二つ目のルートがわからない可能性がある。だからといってわざと死ねっていうことはしたくないんでね。クリアしたらクリアしたで、それで OK ということにしておきたいと思います。これ左から来るルートもあったんだろうね、多分ね。それが二つ目のルートになってるのかな。ここは、こっち。はい、危なーい。どっち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 、え、待った待った待った。どこに行けばいいのかわからなかった。ててててて。あ、初めてこっちルートに来た。面白い。確率的に相当低いですよね、こっちに来る確率。そしてやられるスタイル。まああれですよ、今のはね、両方のコースを皆さんに見ていただくためにわざとやられたんですよ。くるくるさんが、なんでそこでスピンジャンプが出るかな。 R ボタン押してるのかな、おかしいな。特にランダムルートになってるから矢印もいっぱいあって、とっさに判断するのはちょっと難しい。ほいほい、こっちこっち、ここ登るのか、 OK。 そしてこっちか、クルリン鍵取って、いいね。右側に鍵付きの扉があるんで、そこに入っていくんでしょう。それでゴールかな。てっぺん取れないんかーい。セーガーさん、てっぺん取らしてよ。そうか、どっちのルートでも1アップは取れないようにするためにわざとてっぺんじゃなくしてるのかな。さすがセーガーさん、そんなところまで考えて使い込んでるんですね。ランダムルート壁キック、セーガーさんのコースでした。ありがとうございました。お次はこちらのコースですね。いいねランキング難しいの世界の第1位のコース、遊んでいきたいと思います。イギリスの方のコース、なかなか珍しいですよね。あんまりないと思うので、やっていきましょう。これなんだっけ、何のアミーボでしたっけ。なんか犬に乗ってるけど、ウィグラーって書いてあったかな、コースのタイトルに。ウィグルか、まあ花ちゃんがメインのコースなんでしょう、きっと。よいしょ、落ちないように、落ちないようにって言うと落ちる。なんかこのコースタイムアタックもできそうな気がしてきた。よいしょ、こう来てこう来て、ここまでほぼノンストップ。よいしょ、いいんじゃないでしょうか。ほいほい、こいつを踏んで、問題はここなんだよね。で、無敵時間を使って、ほい、ほい。こっからだね、敵の数が、敵の数じゃない、花ちゃんの数が少なくなるの。こんなところに中間あったのか、もうちょい奥まで行けてればな。うわ、怖い。海の花ちゃん強いんですよね。激おこ花ちゃんじゃないだけまだマシかな。こういうところを通っていけば、花ちゃん来ないようになってるみたい。割と、優しさを感じる。大丈夫、超怖かった。今、花ちゃんとチューしちゃうんじゃないかと思った。まあ、花ちゃんとだったらいいかな。うん。他の、そうだな、カメックとかとは絶対嫌だけど、花ちゃんとだったらいいですよね。激おこじゃない方のね。動きが早い。ここら、抜ける。よーし、一発。これ、花ちゃん踏んじゃうと激おこになっちゃって、一気に突破が大変になるんで、この可愛らしい花ちゃんをね、目と目を合わせて怒らせないように進んでいきましょう。やっぱりね、お話しするときは相手のお顔を見て話ししないと失礼ですからね。土管の中には入れませんと。ここ怖いな。よし、一気に行くぜ。くそー、ダメージ食らっちゃったか。大丈夫、ここら辺にいれば当たらないはず。お、あのアミーボ取りたい。よっしゃ。で、結局このアミーボは一体何のアミーボなんでしょうかね。
タイムが残り100秒切ったと。結構短かったんだ。あ、こんなところにまたアミーボ。やっぱりランキング上位に入ってくるようなコースって、ちゃんと回復アイテムが用意してくれてるんですよね。優しいわ。そういうコース大好きだわ。ちゃんとね、遊ぶ人の身になってコースを作ってるっていうのかな。優しくないよ。花ちゃん、怒んないで。今の踏まなきゃもうゴールだったんじゃないの？さて、戻ってきましたよ。今度は当たらないよ。このままね、アミーボ状態のまま、最後までゴールしてやるんだ。無事に家まで帰ったら、あの子と結婚するんだ。何のフラグでもないからね。よし。行くよ。ここら辺。当たっちゃったー。ここら辺。突破したかな？よーし。もうゴールでしょう。せめて中間ください。中間じゃない。ゴール。やったぜ。そして結局最後まで何のアミーボなのかわかりませんでした。わかる方、これ何のアミーボだったのか教えてください。トイレットダック、ウィグル2アンブロック。あ、いいねすんの忘れた。次はこちら、ただ降ってくるクリボーを避けてゴールする単純なコース、ゆゆさん。ベストクリアタイム2秒ですね。クリア率 13%。 すごい多くの方が遊んでます。挑戦するぜ。当然普通に、うわーい、ちょっとクリボーさん多すぎませんか。隙間どこにあるんだよ。あ、ダメか。ここだとクリボーとチューしちゃうか。このクリボー踏んで上に避けたいけど、避けらんねえな。え、当たってる？どこで当たってる？シュッ、あー、畜生め。リビオっていくとは、もうほぼロスタイムなしでクリアしてるはず。これで、いった？いったよね。オーケー。いやー、こんな単純なコースで、4、5回やられたから、そんなにやられるとは思わなかったわ。ふふー。大きなクリボーがこれだけまとめて降ってくると、当たり判定とかも微妙なんで、意外と難しかった。ただ、降ってくるクリボーを避けてゴールする単純なコース、ありがとうございました。次のコース、遊んでいきましょう。今日のラストはこちらにしましょう。2頭追うものは2頭も L2、イージー、まさかチンアルファさん。イージーって書いてありますけどね、ランキングのとても難しいに入ってるんですよ。それでもクリア率は 2% 近いんで、不可能ではないでしょう。やってみます。Pスイッチもパワーブロックもエロっていうことでしょう。あ、投げちゃった。どういうことだ。これまず Pスイッチを踏んでもらわないとダメでしょう。ねえ。違うか。ここで道を壊してもらう。ただパワーブロックを投げちゃったんで、この先どうすればいいかが全然わかんないけども。ほいほいほい。これって、あ、ダメか。パワーブロック持ってないからもうクリアできないのか。わーって言われたけど。あ、これ戻れるかな？戻れないか。畜生。でもこれなんとかなるんじゃないの？ねえ。ただここで待ってればいいだけな気がしますよ。それじゃダメ？ここでもう一個。え？ブーってなっちゃったよ。ああ、そうか。これ、あれなんだ。ピージャンしても一方通行だから、突破はできないと。この辺。この辺だったら、パワーブロック判定ないでしょう。これで、なんだ？ P スイッチを踏む。そこまで進める。それでいいはず。
もうちょっと早くどうせ落ちてきてくんないかな。でも早く落ちてきすぎると難しいのか。ここら辺難しいわ。これでいいのかな。ここでパワーブロックをゲットしたら P スイッチを踏んで、あれ、あ、しまった。先にここを取らないとクリアできないんじゃないの。ちくしょうめー。おし、おしおしおし、来たんじゃない。これでピーチイチを踏んで完璧。これも倒しちゃっていいよね。え、ダメだった。もうここまで来たら倒しちゃっていいと思ったんだけど。え、ダメ。え、あ、いいんだよね。え、嘘。え、あ、右側からブロックが来てる。あれで押してもらえばよかったのか。オッケーオッケー、ここまで計算通り。これで倒すでしょ。あとは下にいるこのカロンに気をつけつつ、右側ブロックが進んでくるのを待つ。この辺のタイミングだったらオッケーかな。あとはブロックが押してくれてゴールできるはず。よし、いやー、超考えた。久しぶりにくるくる考えた。知恵熱が出るぐらい考えた。もういい、ダメだ。今7度8分。そろそろ寝よう。2頭追うものは2頭もいる2、イジ、まさかっちんさん、ありがとうございます。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方、よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバーイ。